殻を取って、殻は大事なんです。で、この背わたを取る、これ取らせても、エビの頭に味噌がいっぱい積もってますから、それが出汁の元になるわけですよね。で、これをこうしてダバダバッと入れちゃう。これがうまいんだよ、この味噌が。これね、たっぷりオリーブオイルふりかけます。パスタの茹で汁、塩 1.5% です。今日のパスタは最高級パスタ、マンチーニです。これはうまいよね。 1.5 人前ぐらいでいっちゃおうかな。そうね、ニンニクとエビの殻がね、オリーブオイルで炒まるっていうのこの状態ですね。味噌いっぱい出させるっていう、これがいいなって。このエビでけえな、アルゼンチンのエビです。うん、旨味がたっぷり出たエビのスープね、これにワイン入れました今。で、この殻をこします。アンチョビペーストでバッと入れます。この後こします。はい、強火でフランベしたらこれでこしちゃいます。はい、こしたスープ入れます。これ相当濃厚だよ、これ。このスープ、これにバター入れちゃう。それから冷凍のエビの端、はい、これ入れていきます。パスタ上がりました。少し汁のぼしてから揚げます。弱火です。多分これだとちょっと汁少ないと思うんで、出します。はい、これで1分ほど煮詰めて完成。弱火でぐる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 混ぜます。で、残り1分の時に最初のエビ入れちゃいます、ね、こうすると生の食感、
こういう感じで楽しめると。ちゃんと火は入れた方がいいですね。あと30秒ぐらいしたら、イタリアンこれ冷凍のパセリをたっぷり加えると。でまた混ぜます。最後ちょっと砂糖を辛いの好きな人はここで辛い唐辛子とか入れてもいいかも。だいぶいい感じですね。お汁気がこのぐらいな感じですね。今日はワインを開けます。まずこれね、これでキャップを、ここにスクリューを入れます。根元まで。そしたらこう、でもう一度これであげます。でこのコルクの香りを嗅ぎます。変な匂いがしてなければ OK。 変な匂いってのは雑巾を絞ったような香りです。これがブショネっていうね、まあ最悪のワインなわけです。レストランでもそれを突っ返さなきゃいけません。僕はソムリエじゃないんで、でもこのぐらいはわかります。でこれを味わうときは、あー、いい香りする。シャルドネ、イタリアのシャルドネですね。あー美味しい。はい、じゃあ今作ったねパスタ作ります。まずはちょっとエビいこうかな。うまい。ちょっと太めのパスタにします。今日は 2.2 ミリですね。これにスープがいっぱい染み込んでると思います。うんうん、ニンニクとエビだけのシンプルな、なんだけどもう一口いきたくなるなって、そういう味ですね。うまいです。エビ柔らかい、味噌もいっぱいこう出てますね。ここでねちょっと味変でレモンかけてみますね。魚介類だから絶対レモンは合うと。要はレモンバターシュリンプ、うん、合います。うまい。あ、レモンバチです。はい、今日も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。なんかこう作ってほしいみたいなものがあれば教えてもらえると、これからもマニアチャンネルよろしくお願いします。ではではまた。 See you tomorrow. Ciao. Ciao tomorrow.